皆様こんにちは、霊夢でーす。どうも、マリサです。GTA サンアンドレアス、攻略隊。って何この攻略隊って。なんとなくね、こんな挨拶したら面白いかなって思ってさ。そっか、それで、この場所に来たってことは。そう、今回は運送ミッションに挑戦だよ。割と時間かかるミッションだよね、これ。そうだね。全部でレベル8まであるから、空いた時間に少しずつ進めるのがいいと思うよ。制限時間内に指定された場所に、積み荷を届ければいいんだよね。そうだね。通常配達なら、安全運転で走行すればいけるはずだよ。時間制限あるからつい慌てちゃうんだよね。意外と、時間に余裕あるから、自分から進んでトラブル起こさなければ、いけるはずだよ。例えばパトカーに車ぶつけたりとか？そうそう、わざわざ指名手配されるようなことしなければ、通常配達なら少し余裕あるからね。で、あ。おーい、霊夢。あやややや、ごめんごめん、スピード出しすぎたね。でも、こんな時こそ落ち着いてと。車体をコンテナ前につけて。そしてバックしてコンテナ連結。復旧したー。あとスピード出しすぎも注意だね。時間内にコンテナ連結できなかったら、どうなるの？当然ミッションは失敗となります。あやや。車がー。ちょいとごめんなさいよっと。また事故ってましたね、霊夢さん。すんません、どうも久しぶりにやると操作に違和感が。気のせいかな。あー、おいおいおい、またコンテナが外れたでしょうが。あやや、またしてもいけるかな。あ、どうするんだよー、霊夢。こりゃまずいねー、反対側に行きますか。大きく回り込んでっと。で、車体をコンテナの前に。そのままバックして連結。復旧できたけど、だいぶ時間ロスしちゃったねー。そうねー。これはもう、料金満額は無理かもね。ちょっとマップ開いてみますか。あと少しで目的地だね。いけるの？ちょっと厳しいねー。まあ、でも、このまま行けるとこまで行きますか。うわわわわわ、危ない危ない危ない。コンテナ外れそうだったよ、今。ギリギリセーフだねー。あともうちょいだよ。牧場が目的地みたいだね。そうだね。あちゃー、残念。料金が半減されちゃったよ。間に合わないと料金半減されるんだ。やはり事故ってたのがまずかったねー。やり直すの？いや、でもこのままでも一応はミッションはクリア扱いみたい。やったー。さてと、動画をカットしてお次はレベル8に行きましょうか。いきなり最後のレベル 8？ むしろ今回のメインはこのレベル8だから、一気に進めちゃいましょう。さあ、いよいよレベル8スタートですよ。いよいよレベル8。まずはマップを開いて目的地の場所確認しましょう。マジですかー、これー。ここラスベンチュラスでしょうがー。かなり遠いところだね。そしてこのレベルが大変な理由がもう一つ。うわぁ、指名手配レベルが4だー。この状態でラスベンチュラスまで行かないと、行けないのが大変なのです。指名手配レベルが4って結構まずいんじゃないの？かなり危険な状態だねー。もたもたしてると、すぐに警官隊に囲まれて蜂の巣です。なので、このレベルでは、自動車を可能な限り走らせて、目的地を目指すよ。うわぁ、パトカーが来たー。車体総重量はこっちが上だから、このまま進んでいくよ。警察車両が増えてきたー。なんのまだまだー。うおぉ、今度はヘリコプターの音か？最悪だ。こんな状態で車が持つの？そりゃこのままダメージ受けてたら、確かにまずいよ。でもだからって、止まってしまうと、
そのままやられちゃうからねー。それで今どこ目指してるの？この先にある大橋を渡れば、ラスベンチュラスへ向かう高速道路があるから、なんとかそこまで行きましょう。いやはや警官隊も必死だねー。指名手配レベルが4だからねー。攻撃が容赦ないよ。ひえええええ。うわあ、コンテナがあああ。持ちこたえた。この橋だよマリサ。この橋を渡れば高速道路に抜けれるよ。おお。高速道路まで来たー。そのまま一気にラスベンチュラスに。あやややや、ハンドル操作ミスったー。ムグをここまで来たというのに。のおあー。なんてこったい。ここに来てコンテナがあー。警察車両が邪魔で連結できなーい。うわー、これはひどい。なんとか、なんとか復旧せねば。こりゃ厳しそうだね。よっしゃ、連結できたぞー。おお。あー。車が横転したー。なおも攻撃の手を緩めないポリスメン。ほんと容赦ねえなこいつら。はい、やられました。グーを乗れー。もう一回リスタートじゃー。橋のところからだね。しっかし警官隊があそこまでして止めるなんて、一体どんな罪になんだろうね。よっぽどヤバい違法品なんだろうねー。さーて高速道路に到着。このまま一気にラスベンチュラスに。どこまでも追ってくるポリスメン。止まるんじゃねえぞー。霊夢、ラスベンチュラスが見えてきたぞ。あいよー。止まらねえ、止まるわけにはいかねえんだー。そしてどこまでも追ってくる気合いマックスポリスメン。ほんとしつこいなー。そして高速道路で事故発生。事故が起きてもあくまで CJ を止めることが最優先。なんだねこの人たち。この事故だって警察車両が体当たりするから、起きたのにねえ。ぐぬぬぬ、諦めないぞー。カジノが見えてきたよ霊夢。よし、あともう一息。ショートカットして目的地目指すよ。うわぁ、コンテナがぁ。むぎぎぎ、諦めるものかぁ。車の向きを変えて、コンテナ連結。復旧できたね。街中の道路は道幅狭いね。そうだね。安全運転してる余裕ないから、ガンガン進めてくよー。まずはここで左折。ピラミッド型の建物見えてきたね。そうだね、そんでここを右折。そしてすぐ左折。しばらくまっすぐ進むよ。だいぶ目的地に迫ってきたね。このまま行けるかな。街に入るとすぐパトカー出てくるね。多分建物の陰ですぐリスポンしてるからだと思うけど、指名手配レベル消してる余裕なんかないから、このまま進めるよ。確かに警察は色アイテムなんか探してたら余計なダメージ受けちゃうもんな。あやややや、道間違えたー。落ち着け霊夢、目的地はすぐ近くだ。焦らず立て直そうぜ。了解っす。仕方ない、無理にバックしたらコンテナ外れそうだから、大回りのルートで行くよ。無難な選択だねー。まずここを右折して、そしてすぐまた右折。目的地の空き地が見えてきたよ。あともうちょいじゃあ。
そんでここを右折すれば。やったー。マリサさん、クリアできましたよ。お疲れ様霊夢。これでこの物件から収入獲得できるようになったね。最後だけあってなかなか大変でした。レベル8。だよね。私も指名手配レベル4で追い回されるの勘弁だぜ。さて、それじゃあ動画の締めに入ろうか。はーい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。